公益財団法人日本道路交通情報センターは日本の道路交通情報の収集及び提供を行う業務機関である。1968年8月18日に発生した土砂崩れによる日田川バス転落事故を契機に組織的に道路交通情報を集約し告知する必要性が高まっていた。1970年1月に 警察庁と当時の建設省の認可の下設立され、1970年3月1日から九段、霞ヶ関、大阪の事務所で24時間体制の電話情報提供サービスを開始した。当時の提供範囲は、全国と主要地方道路の約6万キロメートルの渋滞情報、橋の重量制限、道路の福音などの情報を対象とした。現在では、 警察や国土交通省各高速道路会社都道府県の土木関連部局などから委託され道路交通情報を収集して提供している2013年4月1日に公益財団法人となる道路情報提供業務を行うため全国142カ所に職員を配置し各管理機関の交通管制システムなどから交通情報を収集して 道路利用者に交通情報を提供している。テレビラジオの放送時間などは、公式サイトのテレビラジオでの放送を参照。関東甲信越地区を担当する球団センターが入居する千代田会館提供情報の二次利用や過去情報の提供は契約を要する。センター職員が本部のラジオブースから伝える場合と、センターの情報を 各局のパーソナリティが読み上げる場合がある。センターの故障は、AM 放送局が、道路交通情報センターで FM 放送局が、ジャーティックをそれぞれで用いる事例が多い。放送回数が少ない地方局など、日本道路交通情報センターと称する事例がある。同一時間帯で、複数地点の情報を伝える場合、パーソナリティ、センター職員、 センター派遣のアナウンサーやキャスターが次のセンターを紹介する。放送回数が多い地域は次の放送時間の目安をパーソナリティ、センター職員、キャスターが予告する。番組に内包される場合は番組によりパーソナリティがセンター職員やキャスターとフリートークする場合がある。ラジオの交通情報提供は現行送りを除いて2016年度に 約30万3000回、ファックス等の原稿送りが約7万3000回であった。TBS ラジオなどは、警視庁交通管制センターなどへ、局専属の交通情報キャスターを派遣しており、ジャーティックからの情報提供は一部時間帯に限られる場合がある。なお、2021年時点でジャーティックが、県域向けの情報提供を実施していない、放送局は、 以下の通り、NHK は、首都圏、東海3県、近畿地方、福岡県、北海道の帯広と、函館それぞれで、朝と夕方に、テレビのワイドローカルニュースや、全国のラジオ第1放送のローカル枠で、情報センターの職員が生放送で、交通情報を伝える。2016年度、テレビの交通情報提供は、現行送りを除いて、約3000回。 原稿送りは約4000回であった。渋滞の各地がない場合、車両の流れを順調と表現する。全国で放送される道路交通情報の時刻を載せた小冊子を年2回発行していたが、2006年秋に64号で廃刊してウェブサイトで提供を始めた。公式サイトのトップページで全国の道路情報を提供するが、 高速道路の国土交通省管轄区間や主要都市部以外の一般道路は情報提供がない。ありがとうございます。